帝国データバンクによりますと、6月に値上げするのは合わせて614品目です。まずはスナック菓子大手のカルビー、ポテトチップス、カッパエビせんなど厚い甲に納品する合わせて68品目で価格を改定。店頭での想定価格は3から10%引き上げられます。 続いてチョコレート大手の明治、明日以降に出荷する合わせて五十四品目を価格改定します。具体的には明治ミルクチョコレートやキノコの山、タケノコの里といった主力商品で出荷価格が三から三十三パーセントほど引き上げられます。さらにペアングで知られるマルカ食品。 明日以降に出荷する13品目で、希望小売価格が8から14%上昇します。具体的には、ペヤングソース焼きそばが193円から214円に、ペヤングソース焼きそば超大盛りが230円から250円になります。バルカ食品が価格を改定するのは実に5年ぶりです。 餃子の王将も値上げです餃子が税込み297円から319円にチャーハンが517円から572円に餃子の王将ラーメンに関しては627円から120円近く値上げし748円となります。 はい、身近な食品、そして飲食店も値上げということですけれども、それだけではないんですね、はい、電気料金も6月の使用分から値上がりしますこれも苦しいです、ね、そうなんです、どれくらい上がるのか見ていきたいと思います。中部電力未来図によりますと、一般家庭モデルの電気料金で見ると、5月に使用した分の料金。 よりおよそ350円高くなりまして、だいたいですね8,700円くらいになる見通しだということなんです。これ前の年の6月使用分と比べると。 25.1%アップすることになるんですねなぜこれだけ値上がりするのかと言いますと政府の補助金が6月の使用分から廃止されるのが主な要因だということですただね電気は生活にはもう欠かせないものですので、まあねはい、目前に迫るこの電気料金の値上げ台なり小なりダメージを受けそうなんですけれどもそんな中ハウスメーカーの一条公務店が全国897人を対象にある意識調査を実施しましたこちらです 節電のために冷房や暖房を我慢していますかという質問なんですけれどもこれに対して我慢していると答えた人の割合は6割以上に上にったんですこれ電気料金の値上げ前でこの結果ということですのでますます多くの方に影響することが考えられます。